どうも、ひも男です。皆さん、はじめまして。ひも男と申します。今一緒に暮らしている彼女は仕事行ってるんですけども、ひもって時間だけいっぱいあるんですよね。なので時間がある時にしかできないようなことをしたいと思って、YouTube を始めてみようと思います。主にこのチャンネルでは、普段ひもをしている僕の日常をお送りしたいと思ってます。まあ、需要があるかないかわかんないんですけども、まあ暇な人、見てってくれればいいなと思います。それでは行ってみよう。はい、ということで移動してまいりました。今日はですね、昆布締めを作ろうと思います。なぜ昆布締めかというと、これが日常だからです。僕昆布締め大好きでめっちゃ作るんですよ。はい、ということで今日作ったものはこちら、ヒラメですね。ということで、まずこの魚を洗っていきます。割とね、雑菌が繁殖してて臭みがあることが多いので、一回こう水洗いしてね、雑菌を取ることで臭みなく食べれるので、おすすめです、この食べ方。あとやっぱ生魚の天敵といえば水ですね。水があるとどうしても雑菌が繁殖してしまうので、なるべく水気を取っていきます。生きがいですね。はい、昆布締めするのにちょっと変化は邪魔なんで、これ取っちゃいます。やっぱ白身魚ってこう邪魔をしないですね。何にでも合うというか、なので昆布締めするときはだいたい白身魚、昆布の味がね、変わるので。ちょっと大きかったな。ちょっと大きいので入れます。これをね、今日昆布締めしたいと思います。昆布の作り方というか、まあ、下ごしらえですね。こちらのキッチンペーパーを用意していただいて、お酒で拭いていきます。こちら、さっきのトポトポ、これ拭きますね。この作り方が合ってるかどうかわかんないんですけど、もうずっとこれで食べてるんで、まあ、僕はこれが好きです。はい、これお酒を塗ったら、これですね、合わせ調味料、調味料といってもこれ塩とお砂糖を混ぜたものですね。こう旨味を感じやすくするには甘みがあるといいっていうのをなんか聞いたので、塩10に対して砂糖1ぐらいやるとですね、ちょうどいい感じになると思います。で、これが合わせたものですね。これをまんべんなくですね、散らしていきます。はい、散らばしたので、これをですね、挟んでいきたいと思います。どうしようかな。いいですね。こちらもキュッと、いいですね。挟まってますね。まあ端っこはまあいいでしょう。収まりがいいですね。閉じたら次、ラップでぐるぐる巻きにしていきます。なるべく空気が入らないように、なるべくピチッとしていきます。はい、ぎゅうぎゅうしました。そしたらですね、これあともうつけて、まあ3時間ぐらいしたら食べれますかね。それではおやすみなさい。はい、ということでですね、3時間待って昆布締め完成しました。ちょっと切る前のこの疲れ具合ですね。いやー、いい色ですね。これね、切っていきましょう。この昆布、後でお味噌汁にして飲みたいと思います。切り終わりました。いいですね、味見してみましょうか。まあ、いい感じにね、キュッと締まってる。
コムの豆がすごいね。閉じ込められてますね。じゃあ、こちら、彼女さんが帰ってきたら一緒に食べたいと思います。今回は、紐がね、昆布締めを作ってみたということで、こんなね、美味しそうにできました。それでは皆さん、バトルの中で。ありがとう、ありがとう、見てくれてありがとう、もっとずっとこれからもよろしく。